カルペリチド、商品名ハンプとは、ヒトシ性ナトリウム利尿ペプチドの薬理作用を持った心不全治療薬である。腎血管の拡張により、完除な利尿作用による全負荷の軽減のほか、血管拡張による後負荷の軽減及び、心筋細胞のアポトーシス、ネクローシスを防止する心筋保護の作用を持つ。利尿薬と血管拡張薬を合わせたような作用となるが、 電解質代謝異常、不正脈の発生といった副作用が極めて少なく急性心不全の治療薬として非常に好まれる。副作用としては、血圧の低下と除脈があるため、低血圧、物質拘束、脱水の状態では使用禁忌となる。膜結合型グアニル酸シクラーゼを活性化させることにより、GTP から CGMP への変換を促進し、 腎臓に作用して、利尿作用、血管に作用して、血管拡張作用を示す。急性心不全を呈した患者で EF が35%以上で、収縮気血圧が100水銀中ミリメートル以上の場合に適応がある。神経数が2.2以下の場合は、強心薬や小圧剤を併用して使用する場合が多い。半分の1アンプルには1000マイクログラム含まれている。 開始量は0.05ガンマであり、収縮気血圧を見ながら増量し、0.05ガンマずつ増量していく。維持量は0.1から0.2ガンマであるため、体重が 50kg の場合は、ハンプ 3A を5%ブドウ糖液 50ml に溶解すると、0.06mgml となるため 2.5mlhours にて、開始量0.05ガンマとなる。 ありがとうございます。